こんにちは、みなみです。こんにちは、あずきです。こんにちは、ゆきです。こんにちは、みままです。はい。はい、勢ぞろいでーす。イエーイ。皆さんね、夏休みに入ってね、宿題が、まあ、結構ね、学生の皆さん多いと思うんで、みなみ家と一緒に勉強しようという回です。イエーイ。よかったら、このまま見ながらね、一緒にやってもらいたいなと思います。はーい。じゃあ、早速やっていきましょう。それでは、スタート。今日ですね、家族みんなで、はい、リオリンゴというね、無料で使える、英語学習アプリを使っていきたいと思います。おなじみでーす、はい、あの前にね、何回か、みなみチャンネルでも紹介してるんですけど、はい、今回家族全員ってことでね、ママが使ったことはないから、今日はあのほら、ルイカと一緒に、ママやっていこうかなっていう。はい。リオリンゴは普段から継続して、まあ、ゲーム感覚とか、家族で一緒にね、できるアプリなので、まあ、これから南家でみんなでやっていきたいと思います。はい。あれね、ついね、いじってると、またゲームしてって言われがちだけど、あの、ちゃんとね、お勉強アプリっていう、ね。はい。そうです。でもそれぐらい、こう、ゲーム感覚で。そう、本当にゲーム感覚。はい。ということで、こんな感じでね、シーン別で使える英語が、学習できるんですけど、だんだんそのクリアしていくうちにレベル上がってくるんですよ、難しさとか。そう、だからまずカフェ行きます。はい、カフェ。例えばこんな感じで、こんにちはで出るんで、こんにちはをまあその英語に直すとか、ハローを日本語で直すとか。なるほどね。ハロー。で、ここの選択肢から選ぶみたいな。はいはい。これは皆さん余裕ですね。はい。こんな感じで進めていくと、どんどんお題が変わっていくんで、まあ最初は多分簡単な感じ。でもいらっしゃいますよ。Welcome! とか、どん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 正解して。Coffee and tea。で、聞いて、Coffee and tea。だから、コーヒーと紅茶。こう、いろいろ選択肢があって、で、ここ押すと、Coffee and 意味。ヒントみたいな。感じで、あともう一回 Coffee and tea 読んでくれたりもします。この Hat Bat Hat どっちが正解かみたいな、リスニングとかもあるんで、もう本当になんかいろんな何問題の出し方が、あるから、こんな感じでこれを日本語に直してとか逆バージョンもあるから、まあ、こんな感じで簡単なもできるんですけど、進んでいくとなんかいろいろあるんで、こうやって下まで本当だ、じゃあ、日常生活私までやってた。 I work every day。 こんな感じで、 I work every day。 はいはい。こんにちはとか、じゃなくなってくるから、また新しいのが学べる。これだったら、わかんなかったらね、わかんなかったらこう。 A day。 私はかな、毎日。あ、はい。毎日働きますか。おー。Yes, I cook every day。はい、料理、毎日料理しますか。日、day。 I also read every day。 Also 私も読みますか、毎日読書しますか。おお、リードってmy every、てかこんな感じで、なんか yes I work every day。 はいはいはい。私も本当最初分かんなくて、こんにちはとかなら、あ、簡単だなって思ったけど、徐々に難しい。そうそうそう。だから私できるようになってちょっと頭良くなった。結構ね。あるよね。だからなんか私最近英語よくできる。なんか言わない。英語できるじゃん、あんたみたいな。そう、レポートをやってる時に英語できててびっくりした。へー。なんかさ、できないイメージあるじゃん。うん、ある。でもこの基礎、本当にマジでデュオリンゴで覚えて、すごい。それができたんだよ。え、すごくないそれ。だからやっぱ知らないうちに、なんかこう学習できてる。じゃあ、次ネーネの方へ行ってみますか。Welcome。 いらっしゃい。 Welcome。 これは私単語ですね、まだ。はい、一番。そう、文章になってくるとね、ちょっと難易度上がるんだけど、そうそう、ヒントとか書いてない。
なるほどね。Coffee and tea. Hat, hat. Welcome, hello. Welcome, hello. この辺はね、そう。いけるよね。この辺だったらルイカもいけるもんね。マジ。Tea and coffee. Tea and ああ。スペルを入れる。そう。コーヒー。C-O-F-F-E-E E-E なんだ。コーヒー。いらっしゃいませ。Welcome。なんでいいんだ、これだけ。違うじゃん。いらっしゃい、こんにちは。こんにちは、グッドモーニング。グッドアフタヌーン。あ、アフタヌーン。あ、ハローじゃない場合もあった、そういうの。あー、なるほどね。いらっしゃいませ。Welcome. Welcome. あ、こと。Yes, yes, yes. ちょっと英語っぽく。じゃあ間違えたやつを、もう一回さ、間違えたやつを最後に出てくるのね。だからこれは、ちょっと得意分野みたいな感じ。間違えたくせに。そう、復習もちゃんと最後にしてくれるから、間違えたらまんまにならない。おー、すごいね。はい、で、ちょっとルイカさんやってみる？これで、なんか、カメ押すと、ゆっくり喋ってくれる。そう、長い文の時とかめっちゃいいよ。あー、だからカメなんだ。ゆっくり、スローな。あー、そう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 。普通は、ハロー。ハロー。カメは、ハロー。ハロー。長い文の時に、アンドか、イッとか、イズとかわかんないし。スタとか入ってるのをゆっくり読んでくれるから。ハロー。なるほど。はい。ハロー。こんにちは。Welcome. Welcome.5問正解連続。Coffee and tea.コーヒー and tea。おぉ。このドヤが。Welcome. Welcome. Neat. Not. Neat. Welcome. Welcome. めっちゃ行くやん。Hat. Hat. 帽子？うん。あとかな。Welcome. あ、早といい。Hello.Coffee and tea. Yes. 言っちゃダメじゃん。Tea and coffee. お、難しいぞ。そうそう、これさっきね。私めっちゃ出てきて、毎回間違えた。Tea は。あ、そう。Coffee. Coffee. あれ、さっき私と一緒のやってんの？そうよ、そうよ。多分そう。いらっしゃいませ、こんにちは。Welcome.Tasty, tasty, jump. さっき出たじゃん。Jump, good, good. なんで戻した？Good afternoon. そう、good afternoon. T は T だったね。E だから。それ I ね。うん。最後なんだったっけ？そう。And coffee.パーフェクト素晴らしい褒めてくれるんですよ、だから5問連続で正解したり10問連続で正解するとなかなかいないよみたいな3姉妹で1回ずつやってみたんだけどママ的な感想ねルイカがスペルはちょっとまだ難しいけど繰り返し使ってその画面で見てる単語をまずこう出てくるじゃない、さっきだったらティーとかコーヒーとか、急にバーンと知らない、こう、スペルを聞かれるわけじゃないから、ちょっとずつ見覚えながら、こうやるのかなって繰り返しで問題出てきて、あ、これだったらルイカも分かりやすいかなって思った。分かりやすいよね、結構。はい、ちょっと私もね、もう一回やっていきたいと思います。はい。はい、じゃあ、Yes, I walk every day. はい、あ、間違えた。はい。I walk 毎日働きます。はい。おぉ。I cook every day. こうやって、おぉ。I cook every day. ね、わかんないよ。早い。学校的にこれ使う。I cook every day. I cook. Cook. Every day. うん。おぉ。I work every day! 働きます。C. Sick. C. Sick. どっちかな ?C. うん。
ここで単語もお願いします。あ、そう、これもあんの知ってる。あ、知ってる知ってる。同じペアを、同じペアをタップしてください。なんかさ、よくさ宿題とかでやるじゃん、線をつなぐ、うん、ルイカも一緒にあの予想してみて。電話は、電話はまずハウスは家、うん、ズーはズー、動物。おー、本は本、だからこう、こう合わせる。あ、なるほど。で、こう、ハウス、ズー、ズー、キャット、キャット、デイ、デイ。おー。って感じ。なるほどね。ほら、10も1000回なんて誰でもできるわけじゃない。めっちゃ褒めてくれる。そうそう。Look. Look. Look. I cook every day. Yeah. I look every day and you. あなたは毎日。料理します。あなたはかな。あの言うとか。うん。おお。あ、また来たよ。同じ意味で。Every。Every。うん。Day。Day。ドッグ。なんかこの分かるものだけどんどん先にやっていけば。うん。ドン。あ、余ってね。あと余るから、分かんないものあったら。バーってずっと。そうそうそうね。最後にまた復習してくれるから。うんうん、Yes。Yes, I read every read read every day. うん。あ、おそうだ。私もうだから。ああ。なるほど。なるほどね。聞かれ。あ、こっちが。I. うん。I also every read day.うん、私もの時はオースローがいいの。I also read every day。 はい、あ、イエス抜けてた。それから1個しかない。 Yes, I also every read every day。本当はね、このアプリで個々でできるからいっぺんにこうやってできるんだけど、うんうん、音がこう混ざっちゃうので、うん、ちょっと今回はこう個々で一人ずつこうやったんだけど、うん、デュオリンゴは普通の勉強、英語勉強に比べたらやっぱゲーム感覚で、うん、それは思う。そう、できるから本当そこがね、好きですね。いいね、私も意地になって頑張っちゃう。あ、ね、壁がない、結構。あ、そうだ、勉強っていう、英語じゃなくてもね、韓国語もあったりして、うん、ね、私韓国語ずっとやったんですけど、全く分かんなかった。やっぱ英語の方がちょっと勉強してたから、馴染みがあるから、そう、できたけど、韓国語は全然分かんなかった。そうそうそう、いろんな言語、もちろん韓国語じゃなくて、うん、なんかいろいろある。スペイン語とか、うん、スペイン語かっこいいよね、できたら。そのそ母国語以外に何か別の言語を、うん、話せたらもう完璧じゃない？かっこいいよね。空き時間にも使えるので、うん、あの英語の勉強がはかどらないっていうことはダウンロードで、ね、してみるといいかなと思います、うんうん、さっきも言ったように通学とかほんとちょっとした隙間時間にちょっと、うん、しかもなんか一番初めにさ、英語は全くできないから少しできるかも、うん、出てこなかった。そうそうそう、だから多分私たちは全くできないっていう方にしたからあのハローとか簡単なのが一番最初に来たのかもしれないけど、ちょっと難しいって言えば多分 ね、スタートから違ったのか、スタートから違ったのかもしれないなって。これからね、頑張りたいっていう人とか、うん、対面して、うん、通うのがまだちょっと、うん、っていう方は、うん、やっぱ携帯でできるっていうのもいいし、うん、誰かと一緒に気軽にゲーム感覚できるっていう感じで、うん、楽しいし、しかもその毎日やっていくと何日目とか何日連続みたいな感じでどんどん火がついていくんですよ、うん、それが私めっちゃあのやりがいがあるなと思ってすごい続けたいんですよ。それ、あ、そう、1日もやらない、1年1でもやらないとその火が消えちゃうんですよ、うん、ゼロからスタート、うん、なんかさ、よくさ、小さい子がさ、なんかできたよシールみたいな感じの感覚じゃなくて、そうそうそう続けられる、そうそうそう、あのポイントがあるのね。そうそうそう、なるほど。それが私はなんかあるから火がつく、うん、こういう性格に合ってる。そうそうそう、手続きそうそうそう、気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、アプリに出てくるキャラクターとかも可愛くて、うん、応援してくれるから、うん、インストールして、はい、ちょっとチャレンジしてみてください。はい、ということでね、これから、3姉妹継続して頑張っていきたいと思います。はい、せーの、最後見てくれてありがとうございました。バイバーイ。
今日眉毛濃いってルイカに言われた、うん、思った黒だもん、めっちゃ黒だ。そう、なんで何で描いた。え、いつものやつで描いたよ。そうなの、ね、思った、めちゃくちゃ黒い、うん、まあ、いいかと思ってなのにこんなに眉毛全開っていうね。バイバーイ。